多度津町は、香川県中田土群に属する町。古くから、海上、陸上交通の要所として栄え、現在も、JR 四国土山線の起点となる、多度津駅などがある。また、少林寺憲法の総本山、総本部があることでも知られる。香川県の中部に位置し、南は、佐抜平野、北は、風光明媚な瀬戸内海国立公園に接している。 瀬戸内海の行政区部内には四枠諸島の高見島、スケ柳島がある。1889年5月に丸亀琴平間の約15.5キロに国鉄 JR となった路線の中では四国で初の鉄道が走り四国鉄道発祥の地として知られる。四国旅客鉄道多度津工場小学校、中学校高等学校多度津駅1963年までは、 琴平三宮電鉄多度津線が運行されていた。廃止された福山、多度津フェリーの、オレンジプリンセス、高速道路は通っていない。最寄りのインターチェンジは、高松自動車道全通時インターチェンジ。ケーブルテレビ地上波テレビ放送を基本的に大間さ山に、ある西佐ルキ中継局を受信する。その他地形的な理由などで受信できない場合は、 岡山県玉野市の岡山金鉱山大屋局を受信するが、アナログ放送では、金鉱山のみを受信すると、NHK 高松が視聴できなかったため、その対策として、白方地区にのみ、NHK 高松専用のミニサテライト局、多度津白方中継局が設置されていた。ただ、デジタル放送では、岡山金鉱山大屋局内に設置した北さ抜き、 中継局から NHK 高松の電波が出力されるのでたどつ白方中継局はアナログ放送停波に伴い廃止された。FM ラジオ放送 AM ラジオ放送以下の岡山の放送波も受信できる。全域が0877。道高寺海岸寺山と昌林寺憲法発祥の町モニュメント。ありがとうございます。